カンパチの刺身用ブロックを刺身に切ります。パックから出したら水気を吸い取ります。腹の方なので、この分ですね、ここが薄いです。ここが薄いのでここを最初に切り取ります。で切り取って、こちらの方ですね、こちらの方は、平作りに切って、そしてこの腹の方は、薄引きにします。銀皮に飾り包丁を入れます。そして、身の厚みのある部分、この辺りからこの辺まで、この辺までが、厚みがあって形のいい刺身が取れるので、ちょっとここを先に取っていきます。でこの部分を、平作りに切ります。平作りだけどまっすぐ切らずに、ほんのちょっと包丁を左に傾けて、角が出やすいようにして切ります。まな板の手前に柵を持ってくると切りやすいです。これを切ります。切るときは包丁の刃元から切っ先まで長く使って、引くように切ります。で切ったらこれを盛り付けます。次にハラスの部分を、刺身に切ります。で同じような感じで、皮目に飾り包丁を入れます。ちょっとあの間隔を狭めに。この部分は油が乗っていて、身が硬いので薄く切って盛り付けます。もみじおろしを添えて、すんねぎを添えます。そしてわさび。これでカンパチの刺身の完成です。